はい、キヨコムチャンネル税理士の諸田です。今回はこちらの年末調整の令和3年分の中の基礎控除申告書兼配偶者控除と申告書兼所得金額調整控除申告書の書き方ということでね、見ていきたいと思います。はい、で年末調整の必要書類なんですけども、まあこの4つがね通常必要になってくるって形で、まあこの上の3つプラス、まあ住宅ローンがある方はねこちらっていう形になるんですけども、今回そのうちのねこちらですね見ていきたいと思います。はい、それではですね、まず前提として家族構成についてっていうことで、5人家族で全員同居としてるんですけども、今回のね申告書の中で関係するところでいくとですね、ほとんどの部分はね本人と妻の部分、奥さんの部分ですね、ここが該当してくると、まあ一部ね扶養親族のとも該当してきたりはするんですけども、大阪太郎さんが年収500万と、で奥さんがアルバイトパートでね年収120万っていう状態ですよということを前提にしてます。はい、それではね早速見ていくんですけれども、こちらですね、大きくねこれ3つに分かれてるんですよね。区分がここの部分が給与所得者の基礎控除申告書で、こちらが給与所得者の配偶者控除と申告書ですね。でこの下の部分がね所得金額調整控除申告書っていうことになってるんですけれども、ここにねちょっと小さくね記載にあたってのご注意っていうのがあってですね、まあどういう人がこのどの区分に該当するのかっていうのを記載してるんで、ここちょっとねまず見たいんですけれども、この基礎控除申告書と配偶者控除と申告書についてはってあるんですけども、これがねここですね、基礎控除と配偶者控除と申告書ですね、ここについては次の場合に応じて記載してくださいと。で、あなたの本年中の合計所得金額の見積もり額が1000万円以下、あなたっていうのはね、大阪太郎さん、まあ、ご本人ですね。で、かつ配偶者の本年中の合計所得金額の見積もり額が133万円以下である場合は、この2つですね、基礎控除申告書、配偶者控除と申告書の順に記載してくださいと。この2つを記載してくださいってことですね。で、まあ、この2のところはね、上記1以外で、かつ、あなたの本年中の合計所得の見積もり額が2500万円以下である場合、まあ、1000万円を超えてね、2500万円以下である場合は、基礎控除申告書のみですよ、ということですね。はい。で、もう一つあるんですね。この所得金額調整控除申告書、下の方にね、こうあった ところですけれども、こちらについては、まあ、調整によってね、所得金額調整控除の適用を受けようとする場合に記載してくださいと。なので、まあ、まとめるとね、年収850万円以下の場合でいくと、この下のね、所得金額調整控除申告書は記載が不要と。で、この2つですね、基礎控除と配偶者控除と申告書の該当する部分を記載していくんですよという形になります。はい。でこの下の部分ね、850万円以下の不要なので、ね、この2つを、記載していくということですね。で次ですね、順番に見ていくんですけども、この3つのうちの1つ目基礎控除申告書ですね、こちらを見ていきます。はい、でこちらですね、あなたの本年中の合計所得金額の見積もり額なんで、大阪太郎さんね、ご本人の方の年収を記載していくんですね。まあこれね、11月とか12月の時点で記載していくんで、あくまでね、見積もりの収入にはなってくるんですけど、まあ予想してっていう形ですね。額面の金額になってきます。はい。で、500万の場合でいくとですね、こういったね、給与所得控除の表があってですね、500万当てはめると、ここですね、360万1円から660万円までということになってきて、収入金額500万 ×20%、100万ですね。プラス144万が給与所得控除額ってなるんで、500万から144万引くと356万という形になってきますね。なので所得金額の見積もりが356万なんですよと。はい、でこちら矢印がいって、ここどれに該当するかというと900万以下ですね、 A っていう形になってきます。はい、でこの横見るとね、48万ってなってますよね。この48万っていうのはこの基礎控除額っていう形になってくるんですね。だからこの方の基礎控除額が48万円と。はい、でさらに A でしたよね。 A っていうのをここに記載している区分1の A っていうとこですね。でここにね点々がこう伸びていってるんですけど、つながってるんですよね。これをたどっていくとここなんですよね。ここになってくるんで、次こっち見ていきますね。ここの下の部分から先見るんですけども、こうつながってきて A っていうとこの欄ですね、一番上の欄になってくるんですね。数字が変わってると思うんですけれども、これは配偶者の収入金額とかね、所得金額によって控除が変わってくるんで、どこに該当するかっていうのを今回見ていくっていう流れですね。はい。で、そのためにこの配偶者のね、所得を計算しないといけないんで、上に行くんですけども、まあ今回奥さんがね、大阪花子さんということでね、記載していって、まあ生年月日とかね、個人番号とか記載する欄があるんですけども、所得の計算の方法がここですね。年収、ここもまあ見積もりになりますけれども、120万円と。
ということですね。120万の場合に給与所得控除額を見るとここですね、162万5千円までは55万なんで、55万引くと65万になりますよね、所得金額で。まあその他のね、給与以外の所得とかないっていう前提でそのまま65万になってます。でここを矢印見るとこう右に行ってるんで、こちらに進むんですよね。でこれのどれに該当するかっていうことでね、見ていきますと、この一番上が48万以下かつ年齢70歳以上って書いてるんで、これ該当しないですね、65万なんで。でここも48万円以下かつ年齢70歳未満、ここも該当しない。でここで該当するんですね、48万円超95万円以下ということで、ここに該当するんですけど、この右を見ると丸3って書いてて、配偶者特別控除って書いてますよね。なのでまずこの丸3っていうところを見ると、ここですよね、ここになってくる。で先ほどこう A でしたよね、 A と丸3の交わるとこは38万円ですよね。なので控除額は38万円と。でこれをね、ここで見ててもいいんですけども、下を見ると配偶者特別控除ってなってますよね。なので配偶者特別控除の欄に38万円を記載していくっていう形ですね、になってます。はい。で最後ですね、下のところ所得金額調整控除申告書見ていくんですけども、こちらについてはまあ、今回ねこの方については年収500万なんで、この欄該当しないんですよね。なので記載不要なんですけども、年収850万超える方ですねについてはこちらを記載していくと。で記載の仕方なんですけれども、まずこの左の要件にね該当するかっていうのを見ていくんですよね。これ要件4つあるんですけども、一番下のところがね一番多く該当するかなっていうところで、こちらがね、扶養親族が年齢23歳未満の場合、平成11年の1月2日以後生まれの方ですね、がおられるときはこれチェックしてくださいということですね。年収850万円を超えててですね、さらにこの扶養親族が年齢23歳未満の方を扶養している場合は、ここにチェックしてですね、この右の白星欄の身を記載っていうことはね、白星っていうのはここなんですよね、に、その扶養者の名前とかですね、個人番号とかですね、生年月日を記載していくとっていうことになってきます。でこの上の3つっていうのはね、特別障害者に該当する方がおられる場合ということで、一番上がね、あなた自身が特別障害者の場合ね、右の星、黒星の欄、ここですね、特別障害者である事実をね、記載していくわけなんですけども、記載していくと。もしくは、同一性器配偶者が特別障害者。まあ、ここ、同一性器配偶者って書いてますけども、ここね、同一性器配偶者の説明ですね、とは、あなたと性器を一致にね、する配偶者。まあ、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人、白色事業専従者を除きますっていうところでね、これまあ事業とかされてる場合に給与を、ね、奥さんに払ってる場合とかになってくるんで、まあ通常勤めてる場合とかはね、基本的には該当しないかなっていうところですね。で、本年中の合計所得金額の見積もり額が48万円以下、給与所得だけの場合は給与の収入金額が103万円以下ですね、の人を言いますっていうことでね、そういった場合にはここに該当するチェックを入れると。あと、まあ、扶養親族が特別障害者の場合はチェックしてですね、こういった場合はね、両方を記載していくっていうことになってきます。まあ、それらね、該当する場合についてはね、その少しね、控除、総金利の調整控除という形でね、控除が増えていくっていう形ですね。はい。それではね、こういった形でね、年末調整の書類の書き方の一つを見ていきました。他の動画でもね、扶養控除と申告書とかね、今後保険料控除申告書とかもね、アップしていきますので、そちらも合わせて見てもらえたらと思います。はい。それでは今回の企業コミュニチャンネル以上となります。このチャンネルでね、こういったお金に関する情報とかね、節税に関する情報もね、お伝えしていますので、ぜひチャンネル登録もしてもらってね、情報を取るようにしてもらえたらと思います。それではどうもありがとうございました。